リアス室内合唱団は、ドイツのベルリンを拠点とする合唱団。運営母体のルントフンクオーケスターウント長、GMBH ベルリンは、公共放送局ドイツラントラジオと、ベルリンブランデンブルク放送、ドイツ連邦共和国、ベルリン市が出資する有限会社である。1948年に設立されたこの、合唱団は、当初、アメリカ軍占領地区放送局、 略称リアスにちなんでリアス放送合唱団と呼ばれていた。1948年から1952年にかけてカール・リステンパールトと共演したバッハの作品68曲のカンタータ、クリスマス・オラトリをヨハネ・ジュナン曲などを録音していた。初の演奏会は1948年10月15日で初代主席指揮者はヘルベルト・フロイツハイムだった。 ラジオ局の合唱団として設立されたリアス室内合唱団は、芝田く間に国内外で高い評価を得た。創立者の目的の一つに現代音楽の振興があり、標準的なレパートリーを演奏するだけでなく、同時代の作曲家の作品を数多く初演しているが、その中にはリアス室内合唱団に捧げられた作品も含まれている。この合唱団は、 ベルリンフィルハーモニーの開館公演にも参加している。これまでに、パウル・ヒン・デミット、ボリス・ブラッハー、マウリ・シオ・カー・ゲル、エルンツとクルシェネク、ピエール・ブーレイズ、ハンス・ベルナー・ヘンツェ、アリベルト・ライマンなどの作曲家が、合唱団に作品を提供している。ダニエル・ロイスの在任中には、フィリップ・ヘレベフヘ、ルネア・コプス、ニコラウス・アーノン・クール、フランス・ブリュッヘン、 ジョン・エリオット・ガーディナーなどの指揮者とのコラボレーションにより合唱団のレパートリーは古学やバロック音楽にまで拡大された。2007年から2015年までハンス・クリストフ・ラーデマンが主席指揮者を務め、2016年4月には2017から2018年シーズンからジャスティン・ドイルが次期主席指揮者兼音楽監督に就任することが発表された。この合唱団は ドイツグラムン、ハルモニアムンディなどのレーベルからが商談単独やオーケストラとの共演の形による商業録音を行っている。ありがとうございます。